ふわーって人がすごくて、なんだろう、なんか夢のような一日で、緊張しました。多分ずっと緊張してました、最初から最後まで。とにかくすごく広い会場っていうか、なんかすごい場所だなっていう、本当に想像していなかったシーンがいっぱいいくつもその時見て、あとステージの脇にすっごい大きいミラーがあるんですけど、そこの、ね、直前に練習したりとか記憶が残ってます。売れたって思いましたもう売れるんだって思う。だけどそこからが長かったです。戻ってこれるとは思ってなかったです。セットの後ろに、後ろでステージ上に行くときに待機してたときに、あ、なんかあの時と一緒だっていうか、帰ってきたんだなっていう、変わってないなって思ったのは、やっぱりその通路の雰囲気、なんかそこがすごい一番印象的で、なんかここまでかかったとかじゃなくて、なんかここまでかかってでもやっぱりここに来れたことに意味があるんだなって思いました。歌う番組を見たりするたびに、あそこに立ってたんだなとか毎回常に思いましたね。一人一人の顔を見る余裕が全然なくて、でもとにかくすごい楽しいなっていう気持ちで最初から最後までできたのは覚えてます。ネギっ子が出るときに自分たちが憧れてる方が司会をされているっていうところがすごい、なんていうのかな、もう運命だったんだなっていうか、ずっと頑張ってきてこのタイミングでっていう、なんていうのかな、全部つながってるなって思いました。またあの光景が見れるんだなとまず最初に思いましたね。最初聞いた時もそうだし今もなんですけど、全く実感がなくて、あの会場をワンマンとして使うってどういう感じになるんだろうっていうのが全然こうイメージが湧かないんですよ。いろんなところに思い入れてあるけど、この場所でワンマンをできるっていうことは自分たちにとってすごく深い感情っていうか、なんか特別なまた違った思い入れがあるので、全部がネギっ子知ってる人が来てくれるので、すごいことですねここでワンマンで立てたらいいなっていう気持ちはみんな強いと思います。この瞬間にみんなに立ち会っててほしいなって思います。